東京以外で狙われる場所は〇〇、首都圏以外で核に狙われるとしたらそれは神戸港と言われています。神戸港は潜水艦製造の中心地でもあるため、抵抗手段を叩き潰すために狙われる可能性がありますね。さらに自衛隊の基地はほとんどが攻撃対象となります。朝霞や習志野、木更津、横浜などの駐屯地やヘリポートがある府中基地は容赦なく狙われるかもしれません。そして必ず狙われるのが在日アメリカ軍基地です。特にアメリカ海軍の空母や潜水艦にとって重要な役割を果たす横須賀基地やキャンプ座間、横田基地も標的となる可能性が高いでしょう。核爆弾の威力はもう説明するまでもありませんが、熱戦と爆風だけで数百万単位の犠牲者が考えられます。熱傷なども含めれば首都圏だけでも死者数が1000万人を超えると予想されます。さらに核攻撃に狙われるのは東京やその近郊だけではありません。東京の代わりになりそうな場所もことごとく核を落とされる可能性があります。大阪や名古屋、札幌、福岡は壊滅的な被害を受けるかもしれません。また観光地で有名な沖縄もかなり危険です。沖縄にはいろいろと問題となっているアメリカ軍基地があり、在日アメリカ軍は約2万5000人もいます。もし日本の戦力を奪うのであれば沖縄も対象となる可能性もあるでしょう。特にアメリカ空軍の戦力が集中している嘉手納飛行場や爆薬庫がある辺野古なんかも狙われるかもしれません。さらに忘れてはいけないのが日本各地にある原子力発電所です。日本には33基もの原子力発電所があります。原子力発電所は日本に熱量の安定供給をするために必要不可欠です。そこが狙われれば日本のほぼ全域に核が落ちることになってしまいます。もし核戦争が起こってしまったら、次はあるシミュレーションをご紹介します。